この看護等級下、9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子、小学校第3学年終了前の子を養育する労働者は、その事業主に申し出ることにより、1の年度において5労働日、対象となる子が2人以上の場合は、10労働日を限度として、この看護等級下を取得することができます。介護休暇、要介護状態にある対象家族の介護その他必要な世話を行う労働者は、その事業主に申し出ることにより、1の年度において5労働日、要介護状態にある対象家族が2人以上の場合は、10労働日を限度として介護休暇を取得することができます。事業主は次の対象労働者が請求した場合においては、所定労働時間を超えて労働させてはなりません。対象労働者、1、小学校就学の時期に達するまでの子、6歳に達する日の属する年度の3月31日までの間にある子を養育する労働者、2、要介護状態にある対象家族を介護する労働者、適用除外、1、日々雇用される労働者、2、労使協定により適用除外とされた次のもの、あ、事業主に引き続き雇用された期間が1年未満の労働者、い、週所定労働日数が2日以下の労働者、制限期間、1回の請求につき1ヶ月以上1年以内の連続した期間、時間外労働の制限、事業主は労働基準法36条1項の規定により労働時間を延長することができる場合において、次の対象労働者が請求したときは、制限時間、1ヶ月につき24時間、1年につき150時間を超えて労働時間を延長してはなりません。対象労働者、1、小学校就学の時期に達するまでの子を養育する労働者、2、要介護状態にある対象家族を介護する労働者、適用除外、1、日々雇用される労働者、2、事業主に引き続き雇用された期間が1年未満の労働者、3、週所定労働日数が2日以下の労働者、制限期間、1回の請求につき1ヶ月以上1年以内の連続した期間、深夜業、PM10 時から AM5 時に労働させてはならない。対象労働者、1、小学校就学の時期に達するまでの子を養育する労働者、2、要介護状態にある対象家族を介護する労働者、適用除外、1、日々雇用される労働者、2、事業主に引き続き雇用された期間が1年未満の労働者、3、週所定労働日数が2日以下の労働者、4、所定労働時間の全部が深夜にある労働者、5、深夜において、状態として子を保育し、または対象家族を介護することができる当該子または対象家族の同居の家族がいる労働者、制限期間、1回の請求につき1ヶ月以上6ヶ月以内の連続した期間。